公立玉名中央病院は、熊本県玉名市にある、医療機関。玉名市と玉東町が設置した一部事務組合である、熊本県北病院機構設立組合が設立した、地方独立行政法人熊本県北病院機構が運営する病院である。熊本県災害拠点病院の指定を受ける。2021年3月1日に、 本院と多摩な地域保健医療センターが合併し、新病院、熊本県北病院が開設される。以下、公立多摩な中央病院、病院のご案内、病院の概要、遠隔による。新病院について、公立多摩な中央病院、2020年8月19日閲覧。熊本県医療情報システム、熊本医療ナビ、熊本県、 2020年8月19日閲覧。ABCDEFG 第7次熊本県保健医療計画医療機関一覧。熊本県。2020年8月19日閲覧。公立病院で診療報酬不正熊本、多摩な4年で9000万円食卓位、常勤予想う。 西日本新聞2019年1月23日13時59分、2020年8月19日、閲覧。9000万円超不正受給か熊本の病院、勤務水増し。日本経済新聞2019年1月23日16時12分、2020年8月19日、閲覧。職員の時間外労働。 月平均138時間熊本の公立病院に是正勧告老記書。産経新聞2018.6、1310時19分、2020年8月19日、閲覧。睡眠薬など80条紛失熊本県の公立病院。産経新聞2019.2、513時26分、2020年8月19日、閲覧。 経費を流用、全理事長、懲戒解国熊本県北病院機構。朝日新聞2019年8月10日7時57分。2020年8月19日閲覧。医師が、処方箋偽造、抗生新薬を、入手公立玉名中央病院。熊本日日新聞2021年2月18日21時6分。2021年5月26日。 閲覧、ありがとうございます。